それではですね、今夜泊まるホテルに着きました。今夜はですね、名古屋市栄にあるダイワーロイヤルシティホテル、こちらのホテルに泊まらせていただきます。はい、ここですね。すごい綺麗。よし、入ろう。着きました。やっぱね、できたばっかりのホテルなんでね、めちゃくちゃ綺麗ですね。すごい広、あー、テレビもなんか大きいし広いね、お部屋が。はい、オッケー。靴はここで脱いで、はい、はい、着いた。うん、綺麗、すごい。さあ、じゃあ恒例のお部屋の中を散策しましょうか。お風呂が？お風呂やばいです。お風呂がどっち、これ？行くよ。はい。おお、めっちゃ広い。おお、いいやん、いいじゃないですか。結構広い。まあ、ここはね、温泉がね、あるそうなんでね、まあ、ちょっと入るかわかんないですけど、まあ、広いね、綺麗やし、うん、おトイレは？トイレがドアも、あー、トイレもすごい俺ドアになってます。今時やね。ね、このドアって結構素晴らしい。うん、という感じでございます。結構広い。広いね。ケツ、あとビール、もうダメ。ケツ。さあ、今夜再びの名古屋に宿泊ということで、まあ本当はですね、またひつまぶしをね、食べに行こうかと思ったんですが、まあ、今日はね、1月3日ということもあって、まだね、三が日、ちょっとお店がね、やってるかどうかわからないので、まあ名古屋といえば、世界の山ちゃんに行こうかなと思いまして、今向かっております。今夜はこちらで晩ご飯をいただこうと思います。はい、ではですね、まず1杯目、ホッピーの焼酎割りでいただこうと思います。はい、はるくんコーラ、あたくちゃんはカルピス、オレンジレモネード。よいしょ。その前にみんなと、うん、その前にみんなと乾杯しよう。そう、はい。春は？春は入れないんだって。はい、じゃあお疲れさん。はい、はい、ホッピーの焼酎割りです。あー、うまい。めっちゃうまい。ネギネギ卵焼き、うん、今日来ました。ネギネギ卵焼き、すごい美味しそう。これも美味しい。だし巻きから卵ラッシュ、いただきましょう。ディーン、まそう。うん、めっちゃうまいやん、卵。豚ポンと手羽先と
はい、サーモンのお作りが届きましたよ。じゃあわさび乗せてと。はい、サーモン。めっちゃうまい。はい、最後は土手飯をいただいて、本日のラスト。めっちゃうまそう。うん、ホルモンが乗ってね、美味しそう。はい、ごちそうさまでした。美味しかったです。じゃあ行きましょうか。よく食べた？よく食べましたか？はい、よし。めっちゃ美味しかった。美味しかったな。うん、パレッパイや。はい、じゃあ行こう、帰りましょう。お風呂入ってきました。気持ちかったね。ほんまね、新しいホテルだけあってね、めちゃくちゃ綺麗なお風呂でした。ちょっと暑かったかな。そうか、うん、お肌すべすべです。お風呂きれいかって気持ちかった ね、 ね、うん、まあ、今日は日曜日なので、まあ、テレビちょっと見てね、今日寝ようと思います。今日寝て起きたらタネキです。グルグル。じゃあまったりしようと思います。はい、皆さんおはようございます。本日8月4日、ただいま8時半ぐらいです。昨日はね、疲れてましても本当によく眠れました。パパの頭汚いです。なんでやねん。じゃあ今からですね、朝ごはん食べに行こうと思います。イエーイ。
ちょっと忘れもんな。じゃあ行こう。